それでは素振りの冴えた打ちについて実験をしてみたいと思います。両肩、両肘、両手首を上段の構えになります。そして両肩を下ろしていきます。両肘を下ろしていきます。これで手首を伸展していく、手の内を締めていく、そして体の中に収まる。これが理想的な冴えた打ちです。自分の体の中に収まった振りをする。収まるところ、ここを見つけることが大事なんです。で、一般的に振り下ろすときに両肩を伸ばして打ちなさい、肩の高さにまっすぐに伸ばしなさいという指導があります。そうするとこの位置になります。これは肩に力が入って実質的に面が打てれない。面を打とうとすると左手を引いて剣線を伸ばさないと面は届きません。長いポールを持ちます。振り上げていきます。振り下ろしてきて、この右肩の高さで右手を止めます。そうすると。このようになります。で、私が推奨している両肩、両肘、両手首、体が収まったところを作るとこのようになります。これを早くしますと、両肩、これを右手を伸ばした状態ですと、はい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 、こういう状態になります。私が推奨している体の中に収まる素振りは、このように剣線が加速されます。そして体の中に竹刀が収まる素振りは、長いものを持つと剣線が加速されるんです。三尺九寸の竹刀で振りますと、構えから振り上がっていって、振り下ろしてきて、垂直になるところで左手を引く、右手を押す。そうすると自分の体の中に竹刀が収まります。こうしますと冴えた打ちができます。振り上げるときに全部構えから右肘を自分の頭の方に持っていく、こうなって、これは楽なの、楽な方法でこうやってやってる。そうじゃなくて左手を中心にしてずーっとこうして上がっていく。ここでこういうふうにならない。左手と右手が逆転の現象にならない。このまま、これが上段の構え。これが、この握りの力が抜けると、こういう現象になる。だから右手が逆転の現象にならないこと。バッとこうなる。こうして、こっから両肩を下ろしてきて、両肘をここで伸ばすと同時に引く。伸びきっちゃダメ、伸びきらない。
そう伸びきらないようにここで両肘をガンと下ろしてくる。そうするとこうなる。両肩、両肘、両手首を、小指、薬指の方を締めてやる。そうすると先生みたいにパクッとこうなる。両肩、両肘、両手首、小指、薬指を締めて、左手を引く、右手を押す。そうすると、先生のこういうふうな素振りができる。だから、今日帰ってお父さんから見せてもらって、自分たちの素振りというのは、こういうふうになって、こういうふうになって、こうなったものはこういうふうになる。そうじゃなくて、こう降りてくる。だから問題は上げ方なの。上げ方が正しいと、バンとこう降りてくる。ゴルフでもここで上げ方が悪いと、こういう振りはできない。ここのところで、この上げ方が大事なの。これで上げ方が正しいと、ここで同じ軌道で降りてくる。こういうふうな。だからこの上げ方が大事なの。こういうふうに。これなかなか難しいね。できない、普通の人で。だから降りてくるときに、腰をこう回転させて、最後のところでここで音がしないから。ここで音がしてはいけない。剣道のときでもここで音がしない。最後降りてくるここのところで音がする。こういうの。そうすると面を打つときに、こっからここのところで速くヘッドが走ると、試合に勝てるようになる。だから小手でもそう、小手とこういったってじゃない。こう上がっていく過程の中で、パッパッとこう立てて下ろしていく。立てて左手を引く、押すと手の内が引っかかる。これをコテッとこうやるとダメだ。こう上がってく、あ、面かなと思ったら、パッとコテに。面かなと思ったら、パッとこう。そうすると、最後のここのところの練習ができてると、一本に審判を入れてくれる。だから素振りはすごく大事。だからこれを、なんでこれやってるかっていうと、しなり。こういうしなりがあるな。棒だとしなりがないな。こういうしなりの練習をするために、自分一人でもこうやってやれば、冴えたうちの練習になる。こうやってる。手首と手の内だけでこうやってる。押すと、ここで、ここんだけでも小手が打てる。こんだけでも面が打てる。両肩を上げて。両肩を上げて、そして両肩を下ろしてくる。それで、ここのところで両肘を下へ下ろすようにして、左手を引く、右手を押す。はい、両肩を上げる。下ろす。そう。はい、上げる。はい、両肩を下ろしてくる。上げる。これを持っていくときに、構えて。このままこう肘回るんだよ。これで下ろす。はい、上げる。肩の力抜く。そうそうそう。はい、下ろす。そうそうそう。そういうふうに下ろせるんだ。はい、上げる。両肩上げて、両肩を下ろしていく。そうそうだよ。両肩を上げていく。両肩を下ろしていく。そう。両肩を上げる。両肩を下ろす。それでいいんだ。自然でいいんだ。そういうふうに。上げること、両肩を上げる。両肩を上げる。お前は、こう引っ張って、こう上げて。この構えたまま持って、こう。構えたまま。そうそう、はい、下ろす。両肩を下ろす。両肩を上げる。両肩を下ろす。両肩を上げる。で、今までは、竹刀の先を後ろまで、一緒に生かして。今まで竹刀の先を後ろまでこうやってやってきてるから、もうそこまでやらなくていい。ここまででいい。なぜかというと、今まで練習してきた。今までこういう練習をしてきたから、ここでためを作る練習。ためを作る。打てる状態を作る。さっぱっといけれるように
打てる状態、ここまで開けると打てる状態にならないから、遅くなるから、素振りでここまでこう、ここでパッとこう下ろしてる。だから先生が上段の構えまで振りかぶって素振りをしなさいというように勉強してる。いいか、これ学校行って先生それ違うって言われたら、林先生がそういうふうに言われました。今までは大きくしない後ろまでこう来たから、もうためを作る練習をしなさい。ためを作るのは上段の構えまで振りかぶって打つ練習をするように。初心者の頃は大きく振りかぶる練習をしてきたから、もうそれはいい。これからは振りかぶって打てる状態を作る。さあ、ここまでいかないで、さあっとこう、こういうようにこう打てるようにする。そういう練習をしなさいというように言えばいい。そういうふうに思ってる。取った？